さぬき駅、さぬき駅は、茨城県龍ヶ崎市佐官町にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、関東鉄道の駅である。JR 東日本の常磐線と、関東鉄道の龍ヶ崎線が乗り入れ、接続駅となっている。龍ヶ崎線は当駅が起点である。当駅は、龍ヶ崎市の西部に位置し、同市の中心市街地へは、当駅より、 関東鉄道龍ヶ崎線が龍ヶ崎駅まで連絡している。牛久沼、小海側の最寄り駅である。両者とも朝夕は本数が多くなる。駅所在地周辺はもともと、さぬき村と称し、駅名は、旧村名に由来する。駅が開業した1900年、明治33年当時は、順芝村さぬきとなっており、旧龍ヶ崎町駅ではなかった。 その後1954年、昭和29年に淳馬村ほかご村が、龍ヶ崎町に編入され、龍ヶ崎町が市政を施行し、龍ヶ崎市となり、駅所在地も龍ヶ崎市内となった。常磐線の当駅に氏名を関する必要があると、考えた龍ヶ崎市は、JR 東日本と協定書を締結し、2017年、平成29年4月に、JR 線の当駅を、 龍ヶ崎市駅に解消することが一旦は予定されていた。覚書を交わした当初の段階で2017年4月に予定されていた消費税増税に伴う JR 東日本のシステム変更に合わせることで市が負担する解消の経費を削減することを見込んでいた。その後、消費税増税の延期が決まり市の負担が増える可能性が出てきたことで 解消時期を延期することとなった。その後、市は2020年春に解消する方針を固め、JR が予定する大規模な施設更新に合わせて行うことで負担を減らすこととなった。2018年、平成30年7月10日、JR 東日本水戸支社が、龍ヶ崎市駅への2020年春の解消を正式に発表した。日程については改めて発表の予定。 なお、2015年、平成27年6月時点での駅名解消に関する、龍ヶ崎市長への手紙の企画課の回答によれば、市の打診に対し関東鉄道は、龍ヶ崎線の駅名は、現状のままとしたい、胸を回答したとレール。端式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを持つ、地上駅。南西、上の方から、北。 水戸方にカーブしている。出発時は二番線を除き駅係員が合図を送っている。下り本線、三番線はカーブがきつく、列車とホームの間に大きな隙間が生じるため、対比がない列車でも、抽選、二番線着発の列車が多い。抽選進入時は、本線と比べてより手前から徐行する必要があるため、特急や特別快速、終着の土浦駅まで、 各駅停車は、本線、三番線に停車する。京上駅舎を有する。改札口は一箇所、また出入り口は、西口と東口の二箇所があり、東口前に、関東鉄道流ヶ崎線の駅がある。自動券売機、緑の窓口、営業時間8時から18時、指定席券売機、追加対応自動改札機設置駅。直営駅であり、管理駅として、 富士城駅を管理している。JR 佐抜駅の事務官高度は42万1102である。かつては駅の南東側に併設されていた片倉地下林工場と日本通運配送センターとの貨物操車場が存在していた。また、この貨物操車場にて関東鉄道流が先線の線路とも接続されていたこともり郵便関係や米の物流として、 昭和中期までは関東鉄道龍ヶ崎線への貨物輸送で利用されていた。千葉県富津市にある観光牧場、マザー牧場の最寄り駅である内房線ンサ館駅と間違えて当駅に来る乗客もおり、JR でも張り紙をして注意喚起している。マザー牧場でも検索上の注意で当駅の存在に言及している。龍ケ崎市からの要望により、 2017年6月3日に発射メロディが変更された。曲はすべて一般公募によって選ばれたもので、集まった156の案の中から龍ヶ崎に関連する3曲が選ばれた。メロディはすべてスイッチの制作で、編曲は福島直也が手掛けた。短式ホーム一面一線を有する地上駅。かつては JR 駅の東側に、 関鉄さぬき駅の看板を掲げる小さな駅舎が置かれていたが2009年平成21年1月10日に駅ビル化されビル、龍ヶ崎方に駅用のフロアがある。出口は JR 東口連絡路とタクシー乗り場前の2カ所。出口名称は表示されていない。列車の発車直前には発車メロディを使用する。2012年 平成24年5月16日より窓口営業時間が朝6時9時夕方16時20時のみに変更された。自動券売機、パスも読み取り機設置。出発口では鉄道線の定期券は発売しなくなったが路線バスの定期券は発売する。路線バス、流通経済大学特定バスの回数券を発売する自動券売機もある。 改札口ラッチはあるが、普通乗車券等では改札、改札時の応印が省略される。収札は駅員が行う。なお、パスもスイカ以外の交通系、IC カードには対応していない、上層線も同様。路線バスは2018年3月16日より、パスモと相互利用可能な前、IC カードが利用できるようになった。かつては、 現在の JR 常磐線と線路が接続されており、貨車が行き来していた。龍ヶ崎線での貨物輸送廃止後に撤去され、跡地は駐輪場や飲食店などになっている。また、ワンマン運転開始前は、現行のホームの反対側、駅前ロータリー側に駅舎とホームがあった。校内を流れる用水路に当時の名残がある。2017年度、 平成29年度の1日平均乗車人員は12,995人で、ある、レフグループイコール JR ネームイコールパッセンジャー201702レフ。近年の推移は以下の通りである。JR は、龍ヶ崎線乗り換え駅として開業した歴史があるが、大規模住宅地である、龍ヶ崎ニュータウンへ当駅から路線バスが走り、 流ヶ崎市東部まで広がるニュータウンの全地区は主要道路がべて市西の東駅に通じており、ニュータウンからの東京通勤者が多い。流通経済大学も中心市街地に隣接した場所にあるが、送迎バスは東駅を発着するため、学生、関係者の利用も多く、JR 駅案内サインは、茨城県内では数少ない多言語表記である。 龍ヶ崎市の玄関口として、また、稲敷市江戸崎地区、新都根地区から自家用車で当駅まで来てから列車に乗車する住民もおり、当駅の利用範囲は広い。駅西側は、取出市の藤城地区である、新川、双葉地区に近く、双葉団地までのバスも発着する。隣の藤城駅と同様、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線開業による、 利用者減少を受けないと考えられる駅であるため、特急等の列車の停車が増加傾向にある。ちなみに、上野から当駅までの自由席特急券の料金は500円であり、牛食い券は900円、フレッシュ日立回数券利用だと1回あたり550円となることもその背景にあると考えられる。2015年、平成27年3月14日からの 上磐線特急の座席予約システム及び特急料金の改定により最低額は750円となっている。近年は利用者数が年々減少傾向にあり、特に少子化と転入人口減に伴う高校生の通学利用の減少が大きい。現在は牛久駅の利用者を上回り、茨城県内の上磐線の駅では、水戸、鳥出、土浦、 かつたに次いで5番目の駅利用者数となっている。2017年度、平成29年度の1日平均乗降人員は2413人である。近年の推移は以下の通りである。龍ヶ崎ニュータウンや最も近い旧宿場町の若芝宿とは住宅街がつながっておらず、駅周辺の住宅地を東へ出ると、田園地帯が広がる。 西方面には牛久沼がある。駅周辺には商店やスーパーマーケット、居酒屋が何軒か立地するが、商店街と呼べるほど密集はしていない。停留所の名称は、東口の1から5番乗り場が、さぬき駅、6から7番乗り場が、さぬき駅東口前、関東鉄道及び、さぬき駅東口、龍ヶ崎市、コミュニティバスである。西口は、さぬき駅、 西口、龍ヶ崎市コミュニティバス及び、さぬき駅、鳥出市、コミュニティバスである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。